はい、皆さんこんにちは、クロノです。それでは今日もですね、クリッター工部続きをやっていきたいと思います。さて、そうですね、こちらマップの方で見ていただくと、ウーリントン教授が、このヤドカリさんがいたね、場所におそらくいるのではないか。まあ、最後のね、まあ、通信というかね、多分こちらに向かっている途中で、まあ、遭難に遭われたのかね、どこかに、行ってしまったのかね、連絡が取れなくなってしまったということなんですけども、まあ、一旦ね、ここから、まあ、どこに行ったのかっていうのを探っていくみたいですね。僕これ間違えて押してんのかな、これ気になる場所ってこれこんなに遠くまで行った覚えないような気がするけどね。まあまあ、あとこれもまた、やってみるか。でもここにも気になる場所って押してるからね。あの、この方行ったっけなよし、じゃあね、教授をお迎えに上がりましょうか。はい、それでは、ここヤドカリさんのね、島の方に着きました。まあ、とりあえずちょっとジャガドレイク、意外とね高いんですよね、ジャガドレイク。だからちょっとこのジャガドレイクは見つけたらね取っときたいとこなんですけども、あれかな、この人っぽいねいたな。何してんだろう。ちょっと待って、引っかかって。あ、いた、ウーリントン教授。パオン。あら、ごきげんよう。この島で誰かに会えるなんて驚きましたね。クリッターコーブから来たクロノだよ。クリッターコーブ？まあ、クリッターコーブ。あらあら、大変。どうしましょう。私ったらすっかり約束の日時を忘れておりました。それに船のことも。でもね、この小さな島を調べているうちに素晴らしいものを見つけたのですよ。公開日誌と鍵？日誌によると、著者は旧時代の黄金の杯らしいものを見つけ、金庫に隠したのだとか。私その杯を見つけるまでこの地を去るわけにはいきません。私が解読できた限りでは、残念ながら今やその金庫は深い海の底に沈んでいるようです。ただ私、恥ずかしながら泳ぎが得意ではございません。どうか探すのを手伝ってくれませんか。見つければすぐにクリッターコーブに向かうと約束します。わかった、探してみましょう。ここを出てすぐ沖に沈んでいるようです。かなり深いようですから相当冷えるでしょうね。あ、だからこのスーツだね。この鍵をお持ちください。私の調査結果が正しければその鍵で金庫を開けられるはずです。頑張ってくださいね、クロノさん。すぐ沖、マップを見るとすぐ沖なのかなあ、でもこっちの方面っぽいね。ここか、船で行った方がいいかな。よいしょ。あそこだね。なんか、ハスの葉っぽい、ね、やつが。そう、浮いてるこのあたりですよね。これは何の葉なんだろうね。よし。まあ、今ね、ウェットスーツも着てるし、あ、ここ？確かにここは来たこと、何回かあるけどな。何回かあるけど、ずっとね、気になってる場所があったんだよね。これ。これなんかあるんじゃないかって思ってて、これじゃない？ほら、これだ、これ。絶対これだなって思ってたもん。で、ここなんか開くかなって思ってたもん。あった。この辺は、取れないんだね。いただきましょう、黄金の、杯。教授、こちらでよろしいでしょうか。杯を見つけてくださったのですか？あらあら、この杯は世界が崩壊する数世紀前に作られたものにも間違いありません。素晴らしい細工だこと。まさに世紀の大発見です。ぜひ博物館に展示しなくては。
さてと、では約束通りクリッター後部に向かいましょうか。レナードが言っていた博物館といよいよご対面ですね。パオン。ところで私、船をなくしてしまったようです。あなたの船を待たせていただきますね。今の泳ぎ方すごかったな。よし、じゃあ、ウーリントン教授を、送り届けましょうかね。前、見えないな。さすがに前見えんな。この、普通に仁王立ちされると。仁王立ちされるとちょっと前が見えないんですけども。よし、じゃあ、ウリントン教授を、こちらまでね、連れてきました。まあまあ、ここがクリッター後部ですか？素敵な島だこと。一から始めるにはふさわしい可能性に満ちた島ですね。私、ワクワクして参りました。パオン。ところで今気づいたのですが、クロノさんにはまたお手伝いをお願いしなくてはなりません。実はクリッター後部に出発することが決まって、興奮のあまりテントを置き忘れてしまいました。あれ？ウーリントン教授もテントで暮らすの？もうテント全然いいですけどね。全然テントぐらいだったらすぐ作りますけども。あれ、ウーリントン教授もテントなの？レナード先生に頼まれてきたんだったら、レナード先生というかレナードさんね。ちょっと、レナードさん。あれ、ウーリントン教授どこ行くの？テント。はい、テントです。お待たせしました。まあ、素敵。これで十分です。ありがとうございます。テントを見ると、これまでの楽しい旅の思い出がぐるぐると。ニコハレジャングルでは似たようなテントで半年も暮らしたのですよ。おかげで素晴らしい発見をたくさん、ジャングル性鼻炎にもかかりましたが、刺激に満ちた毎日でした。嫌だなぁ。ねえ、そんなところで鼻炎にかかってね、治ったのかなぁ。とにかく、ありがとうございます、クロンさん。早速テントを博物館の近くに設置してきますね。終わる頃にまた来てくださいな。せっかくだからちょっと一緒に行ってみる？どんな感じのルートで行くんだろうね。ウーリントン教授連れてきたよ。レナードさんね、ちょっと用意しといてあげてよ、ウーリントン教授。レナードさんが頼んだんだから。あ、家具ね。家具。また用意してお渡ししましょう。待って、ウーリントン教授。エッサ、おいさ、エッサ、おいさ、エッサ、おいさ。ここに住もうとしてんのかな？いいな、僕、ここ住みたいな、ここら辺住みたいなって思ったんだけど、そこ、ダメだったぞ。早っ。あらあら、どうしましょう。レナードの目算は大きく外れたようですね。回収には彼が思っていたよりもはるかに手間と時間がかかりそうです。まあ驚くことではありませんね。私もあなたもレナードの説明には少々曖昧なところがあるのを分かっていて引き受けているわけですし、それに彼にも良心があるでしょうし、おそらくどこかに。それにしても素晴らしい構造だこと、手入れのされていない今でさえ大きな可能性を感じます。生命力ってこと？ええ、まさにパオン。どの偉大な博物館にも生命力が宿っています。本来の意味での生きているという意味ではありませんよ。過去を目の前に蘇らせる力のことです。博物館の生命力とは、何世紀もの歴史が一つの空間に集結した結果生まれる生命力と言えるでしょうね。この世界に魔法が実在するとすれば、博物館が秘めた魔法は私の牙並みにリアルなものです。残念ながら今の私が使える魔法ではこの博物館を修復できません。でも必要な物資があれば話は別です。博物館を眠りから覚ますために必要なものをリストにまとめておきました。クロノさんにはぜひ、資材集めを手伝っていただきたいですわ。何がいるんだ？ああ、いっぱいいるね。いっぱいいるね。壊れた時計にガラスの破片ね。オッケーです。まあ、とりあえずこれを用意して持ってきます。よし、それでは、素材ね、全部集めてきました。なので、これを寄贈しましょう。はい、どうぞ。
結構夜中だと思うけどね、夜中の3時30分ここからこの時間からやるんだ。まあ僕もね、起きてるから大概だけどね。よし、じゃあ次の日にして、次の日にしたらもうできてるかな。とりあえずちょっと次の日にしてみます。お、あ、できてるっぽいですね。博物館、クロノさん寄ってくださってありがとう。しかもさすがはクロノさんですね。これ以上ないくらい完璧なタイミングです。博物館の改修が終わりましたよ。覆いをかぶせるまで、あ、外せるまでだ、外せるまであと少しお待ちくださいね。本格的な展示に取り掛かるのはそれからです。建物の改修は始まりすぎません。展示物がなければどんなに立派な博物館でもただの、空箱ですから。パオン、これまでの尽力に感謝しますよ、クロノさん。これからも宝物や美術品を見つけたらぜひお持ちくださいね。クロノさんがいれば当博物館は7つの海で一番賑やかな場所になること間違いなしです。パオンね、一番初めに僕がここをお家にしたいって思ってた場所が博物館になりましたね。あ、あれ今入れないの ?PM、AM10、じゃあ AM6 時から11時まで。入れないのか今。あ、入れたわ。うん、おお、おー、おしゃれな。ね、ここにどん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 寄贈されていくわけですね。うん、なんか出てるけどね。寄贈するとこのカーテンが取れたりするのかな。ちょいちょいね、はみ出してるけど。うん、すごい、なんか高級感あるね。めちゃくちゃ高級感ある。すごい、なんか危なそうですね。電源のコードが。ちぎられたコードみたいなのがあったけど。んー、なるほど。あ、もう来てる。まだ何もないよ。こっちとかもいずれ行けるようになるのかな。じゃあとりあえずレナードさんにね、報告しに行きましょうか。博物館できましたよ。行方不明の教授を見つけてくれたようだね。それに博物館を無事に営業開始だ。資本こそ全て。あとはこの辺りの島で集めてきた、脅威の一品を博物館に詰め込むだけ。言い方よ、すぐに観光客が押し寄せてくるさ。ああ、博物館が生み出す利益、想像するだけで目がくらむようだ。そういうわけでもたもたしてる時間はない。博物館に展示品を略奪してきて言い方よ、じゃなかった、合法的に調達するのは君の役目だ。万事順調、計画通りだと思う。なるほど。じゃあもう寄贈してったらいいのかな。結構ね、持ってますよ僕。ほら、これ全部寄贈できるやつっぽいのでね、これ全部じゃあ持っていったらいいのかな。いっぱいあるよ。2、4、6、8、16、17個ありますね。今寄贈できるものが一気に17個なんて、もうびっくりしちゃうよね。うん、びっくりしました、パオーンって言われちゃうよ。寄贈することによって何かね、特典をいただけたりもしたりするのかな。どうなんでしょうね。あ、でも観光客が増えたりとかしたらまたあれかな。どうしたの。あ、作業スペースとバイブスが合わないからかな。それとも曲のテーマに共感できない。共感、曲作りを手伝おうか。ダメダメ、完成するまで見せられない。だってお互いほとんど知らないわけだし、一緒に曲なんて作ったら関係が変わっちゃう。まだそんな段階じゃないでしょ。音楽性の違いってやつかな。あ、ここにもチキンドラムがありましたね。よし、じゃあ寄贈しましょうか。17個。クロノさん、またお会いできて嬉しいです。改めてあなたの協力に感謝します。とはいえ、見ての通り、私たちの仕事はまだ始まったばかり。つまり、まだまだこれからもお手伝いいただきたいと思いまして。もちろんいいよ。何をすればいいの?まあ、嬉しい。安心してくださいな。とっても簡単なお仕事ですから。航海の途中で、文化的あるいは歴史的に重要そうな遺物はないか、目を光らせておいてほしいのです。
そのような遺物を私のもとに持ってきていただければ、この神聖なホールにふさわしいかどうかを判断します。ふさわしいものであれば、皆さんの学びのために展示いたしましょう。いずれ博物館を拡張することになるかもしれませんが、最初はこれだけのスペースがあれば十分でしょう。パオン。それでは、フロノさんの後悔が実りの多いものになるように祈っていますよ。鑑定を要するもの、何か寄贈したいな。これ一気にいけないのかな。はい、どうぞ。展示が増えるために博物館の評判が高まっていきます。歴史の一辺を世界中の方々と共有する楽しみですね。ぴったりな保存場所があります。すぐに飾りに行きましょう。もう飾ってくれた？どこにある？王冠は、あ、うん？あれ？今僕王冠だったよね。ここじゃないのか。あ、こっちか。え、こっちでもなさそう。だね。あ、これか？これか。あれ、僕、王冠渡さなかったっけ？これ渡したのか。よいしょ。よいしょ。なんか、ヤドカリさんたちだな、今。まあ、なんか、そういう場所がどんどん、ね。解放されていくってことなのかな。じゃあとりあえず全部一旦寄贈してみますね。あ、座るんじゃない。よし、じゃあこれで全部寄贈できたかな。17個ぐらい寄贈したんですけどね。あ、でも解放されてるね、いろいろ。解放されるけど、その物自体を展示されないのか？どこに僕の寄贈したものは置かれているんだい？僕の寄贈したもの自体はどこに置かれてるんだい？とりあえずでも調べられるとかではないもんね。調べられたりしないし、僕の寄贈したものは、この中のどこに入ってるんだろうか。いや、めっちゃ綺麗だけどね。めっちゃ綺麗なんだけど。これなんか、あれだね。これは、なんかね、車とかが置いてあった場所っぽい？ちょっと違うか。なんかこういうね、植物あったような気がするね。ネズミに。あ、よく見かけるね、この置物、オブジェ。あれ？僕の17個を寄贈した品はどこに？あれなんでしょうかね。飾っていただいてるんでしょうかね。まあ、なんか、後で見れるようになるのかな。後で見れることを期待して待っておきましょうか。とりあえずちょっと話してみようか。あと一個だけね、鍵がなくて開けられなかった場所があるんだけど、そこを行ったら、またね、一個手に入れられると思うけど、まあ、とりあえずこれで博物館ね、そう、で、できたので、これでまた観光客楽しんでいただけるってことかな。前回ね、そう、観光客が来られた時に、1000円ぐらいね、そう、売り上げたんですよね。だから結構ね、売り上げは取れるようになってきたんだよね。クロノだよ。ゲーム、ポケットの中身はなんだってゲームだよ。始めるよ。当ててみて。貝殻かな。残念、外れ。あの事件以来私は貝殻持てないんだ。どの事件よ。アンカーならもう乗り越えてるだろうけど。アンカーさんと知り合いなのか。よし。お腹が叫んでるよ。今持ってるよ。今持ってるよってしたら、一応倉庫のね、トランクの中のものも選べるので、何がいいかな。
人参はい、人参。すごく怪しいけど、これをどうしろっていうのさ。食べればいいよ。本気？食べられるとは思えないけど、君がそう言うなら信じるよ。美味しいでしょ？なんか怒られちゃう。こんなもので騙せると思うなよ。なんだかわからないけど、食べ物じゃないだろう。おかげで野菜が嫌いだって気づけてよ。それともう一つ、食べ物のことで苦労を信じちゃいけないってことも。ごめん。なんかごめん。なんかごめんな。これもレナードさんに話しかけても、あれかな？ふんふん。オッケーオッケー。じゃあ、どんどんこれは、発展させていけばいいっていうことかな。次は釣り餌屋かな。金額的にはね、酒場とか行きたいけどね。そうそうそう、僕ね、酒場だと思ってたんですよね、ここ。そう、なんか結構広いし、ね、なんとなく酒場かなって思ってたんだけど、まさか福屋とはね、酒場だったらどこになるんだろう。よいしょ。まあ、もうちょっとお金を集めてね、この辺も開放していったら、またね、どん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 人が来てくれるようになるっていうことなんでしょうね、きっと。釣り餌、家具屋。家具も気になるけどね、家具も気になるし、そう、なんか、結局は、自分たちのね、生活を、どんどんね、豊かにするためでもあるからね。酒場1500。1500ね。で、5人増やすには5000。まあ、なかなかちょっと大変ですけども。あ、また依頼がいっぱい来てるね。よし、じゃあちょっとね、またお金を集めてみます。あ、今来たら、僕が寄贈したものが飾られている。博物館に寄贈できる。寄贈したんだけどね。あ、そうか。まだちょっと間に合ってなかったんだ。渡したばっかりだったからね。ブースっていうかね、場所は作ったけども、って感じだったのか。エリアは作ったけど、ってことね。そっか。まだ、置くのは間に合ってなかったんだ。なるほどね。置いてありますね。僕が寄贈したものたちが。いいね。この本、こんな本だったっけな。もっと青っぽい本だった気がするけども。あるね、いっぱい。あ、座っちゃった。これでも読んでもあれだもんね。博物館に寄贈できるってなってるもんね。ここは、あ、これだね。魚拓ですよね。うん。いいね。ちゃんと反映されてるのは嬉しいぞ。よいしょ。こっちじゃなくてこっちか。こっちまだ見てないよね。で、ここだと、あ、ここだと、三葉虫だったかな。ね。で、あ、王冠あるじゃん。王冠とかもあるね。ちゃんと寄贈されている。この中に、あ、このなんか、なんだろう、森みたいなやつかな。ね、寄贈されてますね。これ、ラジオ塔のあたりだね。あ、それぞれの場所でのってことになるのかな。だから、ま、この辺まだ開放されてないとこは、他の島があるっていうことだね。で、絵画とかもあるんですね、どこかしらで。なるほど。ここは2つ、あ、クリッターコーブ、これもう一個あるんじゃないか。これもう一個あるってことだよな、これきっと。ね。もう一個あったかな。ちょっと探してみようかな。いや、でも博物館ね、これですごく賑わってきましたね。もう一個か。よく見たら、あそこ、正面の、ね、あの扉、空中に浮いてるけど、あれどうやって入るんだろうね。よし、じゃあお金がね、少し貯まりましたので、釣り具屋さん、釣り餌屋さんかな？これちょっと買ってみようかな。酒場も気になるけどね、まずこっちからやってみよう。よいしょ、釣り餌屋の設計図を手に入れました。釣り餌となるとどこだろうね。
あそこかな、こっち側に、なんかあるよね、お家が一軒。ここじゃないかな、釣り餌。よいしょ。あ、違うんだ。違うならここはどういうお家？海の近くにあるんじゃないかなって思ったけどね。ここは？ここなんか、ね、ここが酒場になるのかな？なんかコックさんみたいなね、帽子かぶってるけど。あとはね、こういうところ？あ、ここじゃないのか。ここは何屋さんになるんだ？なんか、顔っぽい感じになってるけどね。どこよ、釣り。釣り屋さんどこになるんだ？ここはリブートさんのお家だもんね。で、ここサーリさんのお家で、あとは、これか？ここかな？あ、ここ何も調べられない。ここも別に調べられないね。調べられないとこは何なんだろうね。調べられんところは何なんでしょうね。あれ？あと、どっかある？あと、あるとしたら、あれ？どこだろう？あるとしたら、ここ？この辺？あ、この辺でもないのか。ここは？ここも違う。ね、もうなくない？もうないのでは？あ、そういえばスタッフ募集ってなってね、ここもあったね、スタッフ募集。なんかイベント会場かなって思ってたけど、あ、ここそうかな、もしかして。あ、違うわ。あれ？釣り餌屋ってどこですかね。釣り餌屋ってどこだ？え、アンカーさんのとこじゃないよね、まさか。まさかここじゃないよね。あ、まあ、違うっぽいな。あ、ここもなんか、あ、ここかな？これか。ドアにピン止めする。そこドアなの？ここか。あったわ。あ、で、ここに寄贈っていうかね、入れてけってことね。まあ、そんなに難しいものではないですね。とりあえず、じゃあ持ってきましょうか。よし、じゃあ持ってきました。これと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 これですね。はい、できました。さあ、どうなりますかね。じゃあちょっとまた日付を進めてね、見てみましょうかね。よし、じゃあ釣り餌屋ができたみたいです。ごきげんよう、クロノ。ご要望通り本機は釣り餌屋の修復を完了させました。頑丈な天井をもらったね。どうなるんだろう。あ、いいね。いいな、ちょっと鯉のぼり風なやつね、かかってたりとかして、いいですね。ここもじゃあ、やっぱり、あれなのかな？スタッフを、ね、雇わないといけなかったりする感じかな。これ、後ろ側も行けるのかな？あ、後ろ側行けないんだね。なるほど。いいね。釣り餌屋さん。TDさんが釣り餌屋さんとかね、やってくれそうな雰囲気あるけど、もうやってくれてるしな、別のところ。まあ、変えてもいいんだろうけどね。どうしよっかな。他の人もじゃあこの格好をするってことかな。もし、ね、こう、交代することになったら。それはそれでちょっと見てみたいけどな。まだちょっとみんな起きてないので、一回
少しだけ仮眠するっていうのにしましょうかね。短めの仮眠。これってやっぱり、なんだろうね。まあ、適性があるっていうか、ね、ここを働きたいよって言ってる人っていうことなのかな。エッキさん、ね、ここを働きたいっていうかね、良さそうっぽいけど、あ、ちょうどいるね。仕事引き受けて、釣り餌屋どうですか？キャー、嘘でしょ？ありえないって、ずっと釣り餌屋の仕事に憧れてたんだ。あ、ほんと？いや、それならよかったな。ほら、自分って可愛いだけじゃなくて、器用じゃん？それに生臭さを消せる、いいボディーソープも知ってるし、それにね、それにね、自分釣りが大好きなんだ。そいつ先に言っとくけど、黒の釣りのファッションってのも、ってのは大事、マジだから、自分が釣りのファッションをもっともっと流行らせてやるから。お、頭になんかつけてる。頭になんかつけてるぞ。じゃあもう今日から開店ですかね。着替えね。余ってるやつがあるので、これなんてどうですか？はい、どうぞ。そうか、金柑？パイナップルよりちょい上の。結構いいってことこ。あ、さくらんぼと同等だね。わかんないよ。いや、わからんから。あ、なんかもらえたね。ティンキーボックスのポスター。釣り餌屋はどうなりましたかね。お、やってる。Use to help attacked overlooking looking fish consumed on catch。 これを使うといい感じになるよって感じかな。これを使えば釣りやすくなるよみたいな感じなのかな。赤色のダストルアーどっちもなんかあるんだね。なるほど。ちょっとこっち買ってみようか。一個買ってみた。で、消費ってなったけど、これ勝手に付けられたってことでいいのかな？あ、あ、これをこうすればいいのか。これで付けたのかな？よし、じゃあちょっと投げてみよう。あ、でもなってるね。なってる。これ、釣れる魚が変わるのかな？さあ、食いつけ。いや、一緒だな。まだ一回しか投げてないから分からんけどね。まだ一回しか投げてないから分からんけど、今のところ一緒だな。もう一回ぐらいね。ちょっともう一回ぐらい試してみようか。間違えた。6番だね。はい。あ、待って。そっか、一個か。一回限りね。ああ、なるほど。そうなのか。一回限りか。でもソルドアウトってなってるけど。そうか、毎回買いに、一個ずつ買いに来るってことだね。なるほど。じゃあ、こっちのも試してみようかな。安いからね。安いから、こっちのも試してみましょう。はい。OK。どうぞ。まあ、目立ってるのでね、いいですね。さあ、ちょっと魚がね、出てくるの早かったかな。さあ、新しい魚。一緒じゃねえか。まあ、こういうのは運もあるからね。運もあるだろうから。まあ、もっと10個とかね、20個とか用意して、投げたら、まあ、またちょっと変わってくるのかな、結果的に。でも、今はグッパーしか釣れませんでしたね。はい。ということで、今日はこの辺にしようかなと思います。今日は博物館をね、建設できて、博物館を建てられましたので、で、それと釣り餌屋さんですね。はい。この二つ。ね、建物を建てられたので、だいぶね、充実してきたんじゃないでしょうか。うん、ちょっと釣り餌屋さんのね、ルアーはまだちょっと僕わからないですけども、
まあ先ほど言ったようにもしかしたらもうちょっとね数があればね、まあグッパーも釣れるし他の魚ももしかしたら釣れるようになるよっていうね、それ今まで釣れなかったものが釣れるようになるかもしれないからねまたねちょっとタイミングね合えばどんどんねあそこで購入させてもらって安いですからね、はい、また試していきましょうか。で博物館のね寄贈もどん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 進めていって博物館を充実させていきましょう。はい、それでは終わっていきます。本日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。